その人、夕べお店に来てたお客さん、なんでそんなひどいことするの？ルポライターだってさ、こいつ。え？ずっとハルカちゃんのことをつけてたんだ。写真撮られたらまずいんだろ。この町の人たちはみんな何も言わねえけど、はるかちゃんがこういうやつらから隠れたがってるって事情も本当は分かってる。多分はるかちゃんもそれは気づいてたろう。特に南雲の頭なんかは芝居が下手だから。でも俺らはこれからもずっと何も知らないふりし続けるよ。この町の人間はみんなはるかちゃんのことが好きだから。ゆうたくん、気まずいだろうから俺はもう清美さんの店には顔出さない。だからさ、できればはるかちゃんはずっとこの町にいてくれよな。宇佐美優太、俺らの目の前にずっといたそいつが沢村ハルトの父親だ。う、嘘じゃろ。ユータ、踊れ、何黙っとるんじゃ。なんとか言わんか、こら！すいません！お前が、はるかと。なんで早う言わんかったんじゃ、このバカたれ！踊れ、心当たりがあったんじゃろが。それを、なんでじゃ！達川が、ハルトの父親だって話だったから、まさか俺だとは。おう、ちょ待て、ユータ。お前、ハルカちゃんと、その、ゴムとかつけんかったんか。なあ、ユータ、嘘じゃろ。嘘じゃったら嘘と正直に言えや。自然とそうなったから。だって一回だけだったんす。まさか一回だけで。このバカだね。よせ、今そんなことしてる場合じゃねえ。親分、俺には腑に落ちません。雄太本人も知らなかったのに、なんであなたはハルトの父親がユータだと。確かにそうじゃ。
いろいろややこしい話でさ。な、そうだろう？な、なんじゃ踊れ。お前は舛添。なんでお前がここに。舛添。広瀬さん、約束は守ってもらいますよ。これで俺はもう採用会にも陽明連合会にも戻れなくなる。今あんたに見捨てられたら俺にはもう逃げ場がない。なら全部ごまかさねえで話せよ。そうすりゃどこでも逃げられるように俺からクルス会長に口聞いてやるから。は、話がまるで見えん。一体何なら、こりゃ。なんで俺がユータを坊主の父親と知ったかってどこまでだったよな。そもそもの話、一番最初に沢村遥の妊娠に気がついたのはこの松江と達川でね。それがなぜかってえと、こいつらユータのことをガキの頃からずっと監視していたからだ。ユータを監視？なんだよそれ。なんで俺が監視されなきゃいけねえんだよ。それはお前が採用会の後継者だからだ。ああ？宇佐美優太は採用会の総帥、老の血を引く実の息子だ。な、何言ってんの？老の息子はジミー・ロー。3ヶ月前にカムロ町で殺されたはずだ。話が見えねえぞ、舛添。ジミー・ローも正真正銘ボスの息子だが、宇佐美優太はその弟。つまりジミー・ローがカムロ町で死んだことで、そいつは採用会の正当な後継者になったんだよ。桐生さんたちにも分かるように説明してやるんだな、舛添よ。採用会ってのは昔から弱肉強食の大陸を生き抜いてきた中国マフィアだ。だがその内部でもボスの座を狙って手下どもの裏切りが繰り返されてきた。だから採用会のボスはその防止策として血の絆を何より重要視する。血の絆？血縁ってことか。ああ。組織の幹部は常にボスと血のつながった身内で固められる。あのエドもボスのいとこでな。そして組織の跡目を継げるのはボスの血を分けた子供だけだ。だがボスの後継者になる子供が2人以上いれば何が起きるか分かんだろう。跡目争いだ。後継者一人一人にそれを担ぎ出す派閥が生まれて、組織は敵味方に割れる。だからそれを避けるために採用会歴代のボスは2番目以降の息子を遠くに送って隔離してきた。殺さずに生かしておくのは長男にもしものことがあった時後継者の保険になるからだ。ユータがその保険っちゅうわけか。そんじゃこいつも混じりっけなしの中国人なんか。そんな話急に言われたって信じられるかよ。信じる信じないはそっちの勝手だ。だがお前は親のことを何も知らず、物心つく前から施設で育ったろうが、俺と達川は
そんなお前をガキの頃からずっと陰で保護してきたんだよ。真実に気づかせないように、死なさないように、何年もの間な。それが採用会から俺たちに与えられた命令だった。俺たちは親に捨てられ、採用会に拾われた兵敗つだ。組織に与えられた人生しか許されねえ。それじゃ立川はそのために俺のダチになったのか。ガキの頃からずっと。あいつはお前に中国語も学ばせたろ。そう押し向けるためにお前好みの中国娘を手配したのは俺だったがな。それもお前が万が一後継者になる場合に備えてのことだ。くっ。俺たちはお前の全てをすぐそばから監視していた。何から何まで俺のことを見てたってのか。沢村遥との出会いから馴れ初めもな。なんなら全部この場で言ってやろうか。だからこそ俺たちは彼女が妊娠したことにもいち早く気づいた。バカなお前はその時も何も知らず脳天気にしてたもんだ。それでお前は達川と一緒になってあの子に子供をおろせって言ったんだよな。な、そうか。ほんなら清美さんはその電話を聞いたんじゃな。達川が赤ん坊を下ろせ言うとったんはそん時のことだったんじゃ。血の絆を重んじる組織が日本人の汚れた血など許すわけがなかった。それに保険でしかない後継者の血筋が無駄に増えれば後々組織に災いを招く。余計な目を摘むこともお目付け役の仕事だ。踊れ、勝手なこと言い寄ってからに。だがその矢先、今から1年半前、沢村遥はこの町から忽然と消えた。そこの広瀬さんが俺らの前からずっと彼女を隠してたんだ。ですよね、広瀬さん。その時俺が真っ青な顔したあのお嬢ちゃんに会ったのは散歩がてらのほんの偶然だったんだよ。自分の選んだ男が中国マフィアのボスの子だのなんだのって聞かされてさ、その拙者に中絶迫られたそのすぐ後だぜ。普通でいられるわけねえよな。あの子が事情を話すまではえらく時間がかかったけど、まあ俺の方にはいくらでも暇があったからさ。あの子は自分の腹の中にできた小さな命をさ、でたらめな理由で下ろすなんてことが許せなかったんだよ。てめえの都合で子供を振り回す親ってのに、なんか思うとこがあったらしいな。要するにその坊主にはめっぽう強い母親がついていた。俺はその母親に子供を産む時間と場所を用意してやっただけだよ。そのおせっかいのおかげで俺と達川は沢村遥を見失った。だが俺たちはそのヘマをボスには報告しなかった。所詮宇佐美優太は保険の後継者で誰にも注目される存在じゃない。達川と俺が黙ってりゃ優太本人でさえ知らないことだ。何もなかったことにして済ませられるはずだった。その後採用会が神室町に進出してきたが、俺と達川はそのまま隠し通すつもりだった。だがそうもいかなくなっちまった。牢の長男が神室町で岩見恒雄に殺されたからか。ああそうだ、ジミー・ローが殺されたことで雄太は後継者の保険から本命に格上げされた。
そして組織はユータを採用会の後継者として迎え入れるために徹底的にその身辺を洗い始めた。つまり俺らの隠したヘマがバレんのは時間の問題だった。だから俺と達川はそれこそ血眼になって沢村遥の行方を追ったよ。組織に気づかれるより先に俺たちが赤ん坊を見つけてボスに報告するためだ。それ以外に俺たちの助かる道はないと思った。先に沢村遥と赤ん坊を見つけたのは達川だった。この神外町からそう遠くねえ偏僻な集落で広瀬さんにかくまわれていた。俺たちはそれを知ると全てをボスに報告し、報告を聞いたボスは何の躊躇もなく赤ん坊の始末を命じてきたよ。踊れる、一体何じゃ。小柄な赤ん坊本気で殺そうっちゅうか。ああ、あのローガン、そんな血なんてもんにこだわるくだらねえ男だったってのか。あんたから見りゃそのくだらねえことがあの採用会って組織にとっては何よりも大事な掟なんだよ。価値観の違いってやつだな。赤ん坊の所在を突き止めた俺たちは機会を待った。沢村遥と赤ん坊は広瀬さんから失踪したように見せる必要があったからだ。もし採用会に赤ん坊を始末されたとユータが知れば死んでも後継者になるとは言わねえだろう。だがそこで俺の予想もしてなかったことが起きた。達川がボスから始末するように言われたその赤ん坊を採用会に敵対する岩見恒雄に売ることで寝返ろうとしたんだよ。達川は命令通り問題の赤ん坊を殺したところで採用会に許される保証はないと踏んで岩見恒雄を頼ったってわけだ。そして奴は俺の目を盗んで沢村遥と赤ん坊をカムロ町におびき出した。だがその後一体何があったのか。あの日カムロ町に出てきた沢村遥を引いて逃げたのは達川の車だったんだよ。達川が遥ちゃんを、あいつはなんでそんな真似を。これは俺の想像だが、あの事故は達川にとっても望まない結果だったはずだ。結局達川はあの事故で赤ん坊を取り逃がしたわけだからな。達川が遥を引いたって話、本当に間違いねえんだろうな。確かだよ。そして事故以来姿消してた問題の赤ん坊はいつの間にか堂島の竜の腕の中にいたってわけだ。くそ、一体何がどうなっとるじゃ。あとはあんたらも知っての通り、達川は採用会に殺されたよ。赤ん坊を岩見恒雄に売ろうとしたことがバレてな。あいつの殺され方見たか。そばで死んでた恋人の女はあいつが江戸に脅されながら自分の手でやったそうだぜ。江戸が笑いながらその時のことを話してくれたよ。江戸は女が死ぬのを達川にじっくり見せつけた後、
喉を切り裂いて心臓をめった刺しにした。いくら西洋界に忠誠を尽くそうが、俺もいつ達川と同じ運命になるか分かったもんじゃねえ。何を泣きよるんじゃ。自業自得じゃろうがバカだれ。俺が知ってることはこれで全部です。広瀬さん、約束通り俺をかくまってもらえるようクルス会長に言ってもらえますよね。南雲、坊主をしっかり抱いてやろう。え？こいつら、ハルト狙っとるか。クソ、なんじゃ踊れる。みんな下がってろ。親分とハルトを頼む。へい。
그놈은 건들지 마라. 내가 직접 처리한다. 오마이 한준기, 난데 오마이가 ここに? 그사 そこをどけ! 邪魔だ! 아기를 빼앗았으니 이제 그만 가시죠. 키리사, 아나타와 이런 형태로 再会したくはなかった. 오늘은 これで 失礼します. 유타. 아, 아니키. 하루토가 どうなった? 그게 나도 도중에 하그리지마던데. 하루토의 것은 카시라가 連れて 逃げてます. 음악을 렌치를 振り切ってて くれればいいんすけど. どうなったか 分からねえってことか. 에. 근데 후미의 사무소에 待ってれば 연락이 할 と思います. 아니키, 아니키, 俺のこと 怒ってますよね? 하루카さんのこと. 오, 아니키, やっぱりこちらでしたか? 나그모, 하루토. 堪忍してください。さっきの連中に奪われてしもうたんじゃ。なんだと。あいつら坊ちゃんを奪った後、
船に乗り込みよった。船って、それじゃ追いかけらんないじゃないすか。なんでソガーにすぐに諦めるんじゃ。踊れはあの子がドガーになってもええんか。いいわけないでしょう。けど俺はもうさっきから頭ん中ぐちゃぐちゃで、急にハルトが俺の子供とか、中国マフィアのボスが親だったとか、マジでわけわかんねえよ。しっかりせんかバカだれ。今いいののやつに船を用意させとけ。あいつは漁協の連中も捜査に手貸すじゃろう言うとったで。さらわれたんはあのハルカさんの赤ん坊じゃけ。兄貴、聞いての通りじゃ。船まで案内しますけ。おやすさんたちも向かっとります。はよ。おい、何しとるんじゃ。ユータ何しとるんじゃ。ユータ踊れ、ふぬけとる場合か。ユータ、こんなガキ。あ、兄貴。誰よりこいつにムカついてるのはこの俺だ、ナグモ。ユータ、俺が今何に一番怒ってるのか分かるか。お前がハルカとやったことでも、それを隠していたことでもねえぞ。じゃあ何なんすか。これまでのお前なら、目の前で赤ん坊をさらわれりゃ一文にもなく助けてって立ち上がったはずだ。南雲たちのようにな。なのに今お前が立ち上がれない理由は何だ。自分にマフィアの血が流れてるからか。それともお前のその血をハルトも引いているからか。だがどっちにしたって同じことだ。そんなくだらねえもんに惑わされてるんじゃねえ。兄貴、自分が誰の血を引いてるかで生き方を変えるな。誰の血を引いているかで人を見るな。それができねえようじゃ、お前も結局ローと何も変わりはしねえぞ。俺は命に代えてもハルトを取り戻す。お前はそこで指くわえて見てりゃいい。だがそん時は二度と俺の前に面は見せんな。わしが言いたいこと、兄貴が全部言うてくれたわ。兄貴、いいのが船を出しとるはずじゃ。
っとるで。早く来い。後悔するぞ。よし、こっちはいつでも出れるで、ナギモ。待ってくれ。あ？俺も連れてってください。お願いします。ユータ、俺はあいつを助けてやりてえんです。なのに俺はあいつがさらわれて今どうなっちまうかわからねえって時に余計なことばっか考えてた。俺はハルトのおむつ何回も変えたんすよ。うんこもしょんべんも何度も引っ掛けられた。でも変えりゃその度にあいつは笑ってくれたんです。俺はもっともっとハルトの笑ってるとこを見たいです。ハルトは、ハルトは俺の子なんです。だから俺も一緒に行かせてください。当たり前じゃ、早う乗れや、このバカだれ。ええじゃろ兄貴。バカ野郎、野暮なこと聞くんじゃねえ。わかりました、どうも。本に来ますわ。漁協の仲間が怪しい船を見たそうじゃ。間違いないで、赤ん坊はそいつらがさらってったんじゃろ。そいつらどこに向かったんじゃ。操船所が沖で浮かべとる資材があるじゃろ。どうやらそこに紛れとったらしいで。資材に紛れてった、どういうことだ。まあ見たらわかりますわ。確かに船ごと身を隠すにはもってこいの場所かもしれん。そういや、マスゾエはどうした。神社で襲われた時逃げたきりですわ。ほっとけえんじゃ。あのけど、おやっさんもあんなんかくまう必要ないじゃろうが。まあそういうね、たがしら。しかし坊ちゃんさらってった連中は何者なんじゃ。のう兄貴。あいつらは人言派だ。連中の中に半純義がいた、間違いねえ。あいつが広島に。誰がさらったにしても黒幕は岩見常雄だろう。親分、俺にはまだよくわからねえことがあります。なんだ。この尾道と西洋会とのつながりです。ん？ユータはガキの頃からこの尾道にいたって話でした。舛添へ携わって兵配つの二人も昨日今日尾道に潜り込んできたわけじゃない。西洋会と尾道の間にはずっと前から何か因縁があったはずです。さすがだね。けど因縁はあんたが思ってるよりもずっと古い。うちのクルス会長と西洋会との付き合いは戦前からあったらしいね。戦前言うたら70年以上前じゃん。会長はともかく、老はそこまで年取らんじゃん。おう、だからその頃の西洋会の頭は老の先代だよ。
で、戦争で一旦切れていた付き合いがまた始まったのは30年ぐらい前だな。西洋会は牢に代替わりしてた。30年前。その時二つの組織をつないだのがさ、ヘイハイツの密航ビジネスだよ。え？ヘイハイツってのは戸籍のない中国人の子供たちだ。ローはその子たちを尾道に密航させてよ、クルス会長がその受け入れを頼まれてさ。しかも会長はそのヘイハイツの子供たちに闇で日本人の戸籍を作ってやってさ、ざっと1万人ぐらいの子がそうやって日の目を見ることができたんだ。俺も若い頃はその事業を手伝ってたよ。おやっさんも？ソガーのこと初耳ですわ。お前に言ってねえことなんかまだ山ほどあんだから。親分、その兵配図の件にはクルス会長の息子岩見常雄も絡んでいたんですか？ん？ああ、常雄もロウと話す機会はあったろうな。そうか、それが尾道と西洋会を結ぶ因縁だったってことか。その因縁じゃったらもう一つあるじゃろうが、兄貴。ん？ほれ、アジア街でロウが中国語でつぶやいとった尾道の秘密いうやつじゃ。毕竟那伟大的土地深藏着不能被人知道的秘密。なんだそれ、聞いたことねえな。いや、わしそれ少し心当たりありますわ。なんならクルス会長がやたら政治家に顔が利くっちゅう話なんですけど、地元の政治家だけとちゃいます。そのもっと上の連中、昭和のフィクサーいう日本の黒幕とも太くつながっとるっちゅうんじゃ。それが会長がなんや説明のつかん力を持ってるおかげじゃろうって。尾道の秘密っちゅうのはそのことなんじゃ。なんじゃその昭和のフィクサーっちゅうのは。もしかして大道寺実ですか？大道寺、おう、確かそんな名前のはずじゃ。よう知っとったの。前にテレビでやってたのを見たんで。戦後なんか事件があるととりあえず何でもそいつのせいだって言われた嫌われ者のじいさんですわ。陰で日本の政治を操っとるっちゅうて。オイルショックもバブル崩壊も全部そのフィクサーの陰謀なんですわ。くだらんよた言いよって。どうせ踊れの話はまたどっかの雑誌ネタじゃろうが。おお、見えてきたで、あそこじゃ。兄貴、あれは造船に使う資材じゃ。わざわざ陸にでっかいの積んどくより広い海で浮かべとく方が移動やらなんやらで便利なんじゃ。あそこにハルトが。よう、キリュウさん、悪いが俺といいのは船で待たせてもらうよ。ええ、もちろんです。なあ、お嬢ちゃんたちのこと隠してて悪かったな。俺も迷っちゃいたんだけどよ、坊主が無事でいるうちは俺なりにいろいろ確かめたいことがあってね。まあ結果がこのざまだけどよ。坊主のこと頼むよ、キリュウさん。それとさ、いつだったかお嬢ちゃん親として坊主を育てる自信がついたら沖縄に帰りたいって言ってたぜ。はるかが。あの子があんたにも黙って消えたのはさ、いつかあんたのところに帰るためだったんだよな。必ず俺たちでハルトを無事に取り戻してきます、親分。